置に、溜めといたのを吐き出します。それだけです。いよいよ川田選手と三冠戦ということで、今の心境を聞かせて。もう別に緊張もしてないし、もう入れ込んだものは別にないですね。意外と平常心というかリラックスができてます。川田さんとあの 5.1 東京ドーム大会以来の対決ということで、はい、何かそこら辺あのリベンジということを心に思ったりするんですか。そうですね、まあね、東京ドームという大きい会場でね、負けた借りはやっぱり返したいなっていう気持ちはありますけどね。なんか感覚的にはね、なんか久しぶりだなっていう感じのが今は強いですよね。なんか、まあ、勝ちたいなっていうのはありますけど、ね、不思議な感じですかね。まあ、まあ、このぐらいね、あまり入れ込まないでやれば方が一番体動いていいですからね。うん、川田選手は、先ほど珍しくテレビカメラの前で、溜まってたものを吐き出す、それだけとおっしゃってましたけど、まあ、俺の場合は別にね、溜めてなかったんでまあ、ね、川田がその雪で来るならば俺もそれに応えるあれで立ち向かってきますよ、うん、ファンはもう平成の黄金カードとして、また1年に、本当に 1,2 回しかないこのカードを楽しみにしてます。最後に、カメラに向かってファンのメッセージをお願いします。そうですね、まあ、ドームでね、悔しい思いをしたファンの方には本当悪かったですからね、本当、まあ、今日勝って、まあ、その悔しさを晴らしてあげたいなと思ってます。頑張ります。大変革の全日マットで固くなに口を閉ざし続けた川田の胸中にはいかなる闘志が宿っているのか。相手は三沢、三冠戦ならばその沈黙の答えを見届けなくてはいけません。よたび奪いし3本のベルト、問答無用、完全無欠のトリプルクラウン、三沢に残されたもの、それはドームの雪辱、川田へのリベンジ。今宵のファイトは三沢光晴というプライドをかけた戦いです。三沢対川田、大阪決戦、冬の陣です。プロレス人生で今が一番幸せです。 5.1 東京ドームのリング上で足掛け20年にわたる三沢越え達成に川田は誰はばかることなく叫びました。しかしその後6月には三冠ベルトを小橋に奪われ、3連覇を狙った世界最強タッグでも優勝戦に進出することなく、ついにこのシリーズでは世界タッグ王座を明け渡しました。世紀末全日本プロレスのうねりの中で次第に言葉を失っていった川田の思いがついについに爆発する夜を迎えました。今宵の大阪府立体育会館三冠戦、それは現在向かうプロレスラー川田俊明の原点を見つける戦いになります。あの98年 5.1 東京ドーム三沢をパワーボムで粉砕したあの夜と同じガウンを身にまといました。川田俊明、今宵もチャレンジャーとしてこの大阪ドリング今リングインしてまいりました。青コーナーに立ちます川田俊明です。これまでの川田の沈黙が何を意味するのか、今の俺には分からない。ただ全日本プロレスの新時代への潮流を先頭に立って引っ張っていくためにも、今の俺はチャンピオンであり続ける。三冠チャンピオン三沢はロッカールームで静かに語りました。今年最初の三冠戦、三沢が挑む初防衛、相手は川田俊明不足なし。ドームで引き裂かれたプライドが再び輝きを取り戻すことができるのか。ミスタートリプルクラウン第20代三冠選手権者三沢光晴、稲葉花道よ
そのリングに向かって歩を進めてまいります。1999年新春ジャイアントシリーズ、今年最初の三冠戦です。川田と三沢、数々の名勝負がありましたが、大阪初の三沢と川田の三冠戦ということになりました。それだけに大阪府立体育会館を埋め尽くした観衆も超満員。3本のベルトを束ねた男、三沢光晴、今大阪ドリングに立ちます。試合前に読売テレビスポーツ局スポーツ事業部部長寺畑和夫様より選手権試合宣言でございます。日程書、この試合は BWN が認定するインターナショナルヘビー級、 UN ヘビー級並びに BWN ヘビー級の三冠選手権試合であることを宣言する。1999年1月22日太平洋沿岸レスリング同盟会長ロード・ブレアス代読。続きましてチャンピオン三沢より、三沢よりチャンピオンベルトの返還です。第20代三冠チャンピオン三沢から3本のベルトが本部席に返還されました。 BWS、インター、UN 3つのヘビー級のタイトルの総称、それが三冠統一ヘビー級タイトルです。本日のメインイベント、三冠ヘビー級選手権試合60分一般勝負を行います。青コーナー245パンド川田俊明、沈黙の答えはリングにある、チャレンジャー川田俊明。三冠ヘビー級選手権試合255パンド三沢光晴、全日本プロレスの至宝三沢光晴、三冠チャンピオンです。今宵が初防衛戦ということになります。大阪初の三沢川田の三冠戦、まもなくゴングです。こちらチャンピオン三沢光晴、第20代三冠チャンピオン、今川田と三沢の初めての三冠戦、大阪の三冠戦、60分の一本勝負、戦いが始まりました。1999年新春ジャイアントシリーズ、今年最初の三冠戦は三沢対川田です。場所は大阪府立体育会館。これまでいずれの三冠戦も、この両者の三冠戦は日本武道館でした。初めて大阪で行われる三冠戦ということになります。三沢が第20代チャンピオンとして初防衛戦、一方の川田、この試合に勝ちますと7ヶ月ぶり3度目の三冠タイトルということになります。まずは序盤戦、幾分発色に日焼けしてまいりました川田がバックを取りました。チャンピオン三沢、グリーンのロングタイツ。なんと言いましてもこの両者 5.1、 あの去年の東京ドーム以来の三冠戦ということになります。そして川田にとってはあの東京ドーム以来の三沢戦でもあります。思い出します、98年 5.1、 5万8300人の観客を集めました全日本プロレス旗揚げ以来初の東京ドーム大会。まずはショートレンジのキック、川田の先制パンチでありました。あの時川田は東京ドームで28分05秒パワーボムの連発で、あの三沢からホールを奪いました。思えば高校時代、足利高台附属高校のレスリング部からの足掛け20年の三沢越えを達成した夜でありました。リング上でプロレス人生で今が一番幸せ、そう叫びました川田俊明。その挑戦が再び始まりました。あれ以来の両者の対戦ということになります。放送席ゲストに小橋健太選手です。小橋さん、はい、やはりこの三沢川田の対戦となりますと、あの去年の 5.1 東京ドーム大会を抜きには語れません。そうですね、まあ、あの小橋さんも見ていて力の入った戦いだったと思うんですが、いかがでしたでしょうか、あの戦いは。そうですね、川田さんの気迫が三沢さんを上回ったという感じですね、はい、はい、ましてやこの両者は高校時代からのライバル、いわゆる宿命であります。宿命のライバルの三沢と川田。川田はその後この放送席解説の小橋選手に6月
三冠タイトルを奪われました。初防衛に失敗しております。一方の三沢光晴はあの 5.1 東京ドーム大会以来満身創痍の体をオーバーオールすべく2シリーズ休みました。新規一点秋から指導を開始して、そして小橋選手を破って三冠チャンピオンに返り咲いた三沢。さあエルボーの打ち合いです。両者の位置が激しくぶつかります。川田のキック、三沢のエルボー、川田もう一度キック、そしてエルボー、三沢ダウンしたのは川田、立ち上がった三沢もダウン、三沢もダウン。小橋さん、この川田さんのキック、はい、川田のキック、そして三沢のエルボーですね、はい、お互いの得意技ですからやはり譲れない、そういったものを感じますね。そうですね、意地の攻防だったんですね。その意地の攻防、まずは五分五分です。キックでいきました三沢です。この三沢光晴は現在20代の三冠チャンピオン、これで4度目の王座君臨であります。おっと距離が空きました。場外に叩き落とされている川田に飛んでいくか、飛んでいくか、飛んでいった、エルボースリーシーだ。序盤戦まず三沢が飛びました。あのエルボーそうですね、目の前で伸びてくる感じになるんですね。あ、そうなんですか、実際にこの放送席の小橋さんも受けたことがあるこのエルボースリーシーだ、ぐっと思っている以上に食い込んでくるわけですね。そうですね、今その三沢の破壊力を川田もまざまざと感じたでありましょう。現在4度目の三冠チャンピオン三沢、赤コーナーのトップに登って距離を置きました。まああの位置からですとダイビングのボディープレスなどもあります。そのあたりはよく知っている川田。あっと岩石落としか、旋回式の岩石落とし、この技一つ取ってもちょっと必ず味付けをしてくる、このあたりが三沢のセンスです。さあ三沢ニュートラルコーナーのトップから、あーっと迎撃、迎撃、キックで迎撃、川田今の顔に入りましたね。はい、ただ小橋さんどうですか、はい、川田選手も、川田もちょっと足を押さえてますね。ちょっと爪先の方だったんですかね、はい、こちらが川田です。チャレンジャー川田、去年の6回、5分が経過しています。あっという間の5分、60分の一本勝負のこの三冠戦ですが、あっという間に5分が経ってしまいました。戦いはまだ序盤戦、距離を取っています。場外にエスケープは三沢光晴、こちらです。デビュー18年目、36歳。一方の川田、同じ高校出身、デビュー17年目、35歳です。三沢を追って全日本プロレスのマット、門を叩きました川田。さあ距離を取ってキックだ、川田乗ってます。そして今度は場外直角に振っていくチャンピオン三沢、振られました。さらにキック、三沢反転、足がシャープに出ますね。へえ、このハイキック、他のどのレスラーよりもやはり川田のこのキック、そうですね、体もすごく柔軟性ありますし、はい、足が伸びてきますね、この三沢のエルボースイシーダもそうですが、川田のこのキック、それぞれがお互いの体重以上の威力を持っています。この川田は東京ドームで三沢越えを果たしました。しかしその後6月放送席、小橋選手のラリアットの前に5発を浴びて沈みました。そして世界最強タッグでは3連覇なりませんでした。そして今年世界タッグのタイトルも手放しました。その間一貫してノーコメントを貫きました。黙して体語らず川田俊明、一体そのノーコメントのこの時期、川田はどんな思いを貯めていたんでしょうか。顔面蹴りです。顔面蹴り、バックスイングから、そして今度は顔面に蹴りを持っていきました。ニードロップ、三沢の体が跳ねました。さらに蹴っていきます。
序盤戦からのラッシュは川田。小橋さん、はい、この川田はですね、東京ドームで三沢越えを果たした、しかし小橋さんに敗れた、はい、あの時から本当にプロレス関係者に口を開かなくなりました。そうですね、はい、パワーボム、あーっと霧馬錦切り返しました。しかしキック、このずっとこの戦いまで黙ってきた、はい、この川田の心境を同じレスラーとして小橋さんはどういうふうに考えますか。まあ、そうですね、まあ川田さんは川田さんなりの考えがあったと思いますし、はい、まあ練習なんかをね、横目で見てますと、すごくその気持ちがすごく乗ったその練習をしたんで、はい、まあ、大丈夫だとは思ったんですけども、はい、まあ、はい、今日の試合なんか見てると、やっぱりすごくその試合にかけてますよね。はい、おっと、ジャーマン投げして、リサー当たった、エルボーだ、しかしキックブロックした、リサーブロックしました。まあ、そのあたり、三沢さんに聞きますとですね、三沢選手に聞きますと、一つ自分を倒したことで川田の中に何かほっとしたものができてしまったんじゃないか、それを今ずっと溜めて溜めて立て直してきたのではないか、そのあたり川田の方が逆に非常に複雑な心境を立て直してくる、その時期が必要だったのではないかと話していたんですが、そうですね、この川田は20年来の悲願、三沢越えを去年の5月に果たしました。ある意味では目的を達成した後、そういったものがあるんでしょうかね。そうですね、ちょっとエアポケットに入ってしまったというか、はい、そこでもあるかもしれないですね、はい、そんな中で三沢が復帰してきて小川とタッグパートナーを組みました。そして放送席の小橋さんも、はい、秋山選手とタッグパートナーを組んで新しい時代の扉を開こうとしています、はい、いろいろ川田選手としても思いがあったことだと思います。そうですね、そんな中で世界タッグのタイトルも失いました川田、ある意味戦いの原点を探し続けたこの8ヶ月9ヶ月だったのかもしれません。今日は試合前、これまで溜まっていたものを全て吐き出す、そう話していた川田。エルボーを打ち込んでいきます三沢です。お、タイガードライバーだ、また一発目、まずは一発目タイガードライバーです。川田の表情、10分経過しました、60分の一本勝負。小橋さん、ここまでの10分をご覧になって、はい、でもまだまだですね、両者の戦いは。そうですね、まだ五分五分ですね、はい、もう一度タイガードライバーの体勢ですが、あっと今度は回転しての蹴り、かかとを落としました。そして2発目か、2発目か、タイガードライバー2発目、膝打ちましたね、はい、これはちょっと三沢が左の膝を押さえています。今91だったでしたね、受け身の取れない頭から落ちるタイガードライバーでした。しかし三沢も膝を打ちましたね、はいはい、大丈夫ですかね。右の足首、それから両膝、三沢には古傷がありますこれまでの戦いですと、この戦前の心配一つには三沢のその両膝というのがありましたが、今もタイガードライバーの際にちょっと膝を打つ場面がありました。ミスタートリプルクラウン三沢光晴、今宵の三冠戦で三沢にとっては生涯30回目の三冠戦ということになります。これまで三沢は三冠戦に限って言いますと23勝6敗、勝率は7割9分3厘、恐るべき数字を残しているトリプルクラウンの三沢光晴。さあ、そして場外で今度はタイガードライバーの体勢か、これをクラウド危ないですね、マットの上でも危ないのに、これは場外でこの位置から打っていくと危ない、エルボーでした。あー飛んだ、ウルトラタイガードラップ場外へ観光。タイガードライバーから流れを引き寄せました。膝がやっぱり気になってるみたいですね、時折この三沢が膝を振るシーンがありますね、はい、相当強く打ってますね、はい、まあ、このあたり聞きますとやはり、おっとカバーに行きました、カウントは2です。こう跳躍した時の着地などに非常に不安があるという三沢です。ヘビー級のレスラーとしてはその跳躍力、スピードがあります三沢。
バックを取ったタイガースープレックス川田立ったあっと前に崩れ落ちました。これまでの両者の対戦は過去18回、三沢の17回、三沢の10勝2敗5引き分けとなっています。全日本プロレス旗揚げ20周年の時もそうでした。25周年の時もこの三沢と川田の3回戦がメインを飾りました。ガーシンカ落とし川田の岩石落としです。膝を蹴っていった小林さん、この辺りは川田もよく分かってますね。苦しいですね、顔面蹴り、顔面蹴りだ。ここで食らっちゃいけなかったですね、はい、うん、そしてカバーの体勢2つ。小林さん、やはりあの顔面蹴りは食らった瞬間っていうのは一瞬何がなんだか分かんないんでしょうか。そうですね、僕なんかも脳震盪を何回も起こしましたけども。そうですか、はい、そういった厳しい意識朦朧とした中でこの三冠チャンピオンの三沢戦っています。あーっとまた膝への攻撃だ。きついですねこれは、三沢さんにとっては。倒されました。まあしかしマットに上がっている以上は言い訳は聞きませんが、やはり攻める方としては相手の弱点を攻める、これは定石ですからね。そうですね、はい、去年の7月には小橋さんとそして秋山の三冠戦でも満身創痍の小橋選手、秋山選手に苦しめられました。しかしそれを破りました。そして新時代の扉を秋山と共に歩んでいる放送席の小橋選手です。そんな中で三沢も秋には小川義成世界ジュニアヘビー級チャンピオンをパートナーに選びました。全日本プロレスの何かを変えようとしています。あー、そして今度は膝をね、クラッシャーだ。あー、エルボー、満身創痍の三冠チャンピオン三沢光晴。この三沢と川田の三冠戦は三沢の5勝1敗です。その川田の1勝が去年の東京ドーム大会でした。15分経過しています。バックを取っている、腕を抜いた、投げた、そしてキックした、もう一度さらに、おっとこれはストレッチクラブ、ストレッチクラブの体勢に入りました。膝が落ちています。三沢光晴、ここからねじられるときついですね、まだ川田はねじりにはいっていません。ただ手が完璧じゃないですね、はいはい、完璧です。この三沢が川田のリストを掴んでいるのが救われてるわけですね。そうですね、あの体勢でガッチリ入りましたねじられるとちょっときついですよね。なるほど、バックを取られた、邪魔だ、低空ですが破壊力十分。そしてあもう一度腰を落としている三沢にストレッチクラブ、ね、これはねじってます。しかも肘のあたりがちょうど三沢の鼻にかかっています。体勢の辛さはもちろん、これは非常にその呼吸器系統に関するダメージも大きいはずです。この表情、カバーに入りました。カウントは2です。まさに今全日本プロレスの大黒柱、屋台骨を支えている三沢光晴、顔面蹴りに行きます。距離が空きました。ハイキックに行きます。あーっと崩れ落ちる、あーなおも膝だ、膝、ニュートラルコーナーで腰を落としている三沢です。立ち上がる三沢、あ三沢歯を食いしばった、エルボーだ、エルボーの打ち合い、エルボー、エルボー、まあいいエルボーが入りましたね。そして今度はニュートラルコーナー、
トップに登った、待った、蹴った、ミサイルキック、高いですね。小林さん、はい、この三沢のですね、この歯を食いしばってからの、こっからの戦いがチャンピオンとしての戦いになるんですね。そうですね、こっからですね、三沢さんは。でも、唐さんの攻め厳しいですね。相も変わらず膝を攻めていきます。あ、そして今度はフィアフォーレグロックか、足音の字固め、これは厳しいですね、これも十分に左膝を意識してますね。そうですね、しかし何度となくこの古傷を抱えながらも、過去3冠戦では23勝の強者三沢光晴、10月のあの去年の10月の小橋さんとの三冠戦でもついにそのチャンピオン小橋を破りました三沢。そして20代の三冠チャンピオンに返り咲いています。過去4回の返り咲きは前人未到、まさに完全無欠のチャンピオン三沢、それに挑む川田、あの東京ドーム以来の対決です。そして大阪での三沢対川田の初対決、今度はロープブレイクになりました。このシリーズはジャイアント馬場選手の欠場がありました。そのこのシリーズの間、三沢は三冠チャンピオンとして以外に現場監督、いわゆるプレイングマネージャーとしての責任も果たさなければなりませんでした。こういった中での三冠戦、はっきり言って戦いに集中が全てできたというわけではないと話していました。小林さん、そういった意味では、はい、今回のシリーズは三冠チャンピオンとしてだけではないシリーズでしたからね。そうですね、三沢さんにかかる責任はすごく大きかったと思います。はい、ね、そんな中での川田を相手に三冠戦、三沢のこの表情です。エルボーガーッ、蹴り、小林さん、今三沢の頭が揺れましたね。そうですね、いい当たりだったんですよ。はい、もう一度20分が8ヶ月の沈黙が今魂となって火を吹きます。カウントアップ、1つ、そして試合時間は20分を経過しています。全日本プロレス中継緊急拡大45分スペシャル、通常より15分枠を拡大してたっぷりお伝えしてまいります。すごくシャープですね、ジャンピングハイキックは。はい、はい、今日の川田の蹴りは切れてます。そして今度はどうする、持ち上がらない、ブレインバスター打っていったのは三沢、しかしちょっと高さがありませんでした。バックスイングを襲ったのは川田、蹴りを止めた、エルボーだ、もう一発、あ、膝を持った、膝を持った、三沢の膝が、三沢の膝危ない、バックを取った、ジャーマンスープレックスホールド、カウンター2。小林さん、しかしあの膝でもあのジャーマンでブリッジを決めるんですからね。相当負担が来てると思いますね、今のブリッジにしても相当負担が来てます、はい、うん、恐るべし三沢、そしてタイガードライバーの体勢返しました。あ、今打ちましたね。あーっと、見せ蹴り、あ、今も膝を打ってますか。打ちましたね。あ、なるほど、三沢は膝を打っています。ブレインバスター、垂直落下、垂直落下、カバーラップ、カバーラップ、なんとツー、うわーっと、いや、でも今の垂直落下は首に、そうですね、首、胸、腰にきますね。はい、さあ、そしてパワーボムの体勢だ。この連発で東京ドームでは20年来の悲願、三沢から正面切ってフォールを奪いました。あーっと、そのまま落とさない、危ないですね。これはびっくりした、予想外の大技、
そしてカバーに入ります。三沢の首が壊れたか。カウントカウント通過した。見つかりましたね。今の一度止めて、そうですね、あそこで落とす、あれは三沢も予想しなかったと思いますが、どうでしょうか。今三沢さん切り返そうとしたんですけど、どうやらそれを川さんが止めて、はい、そのままつなぎつけたみたいですね。でも逆にあれの方が破壊力増しましたね、きっと。いやー、びっくりしました、ね、はい。さあ、そしてキックだ。投げ倒した。一体あの川田の技は何だったのか。名前をつけるのも恐ろしい。川田の8ヶ月の沈黙が、反骨心が今この大阪のマットに炸裂している。ガーン、メンゲリ。あの 5.1 東京ドームで三沢を倒して以来、川田には何かぽっかりと空いた時期がありました。その闘志を再び奮い立たせるように沈黙を守り続けた川田俊明、そしてその答えを今日 1.22 大阪のこの三沢を相手に三冠戦でぶつけています。川田さんも三沢さんもここは踏ん張りどころですね。はい、川田も足を引きずっています。三沢も膝を痛めています。さあ、川田コールが起こる中、川田ブレインバスターの体勢に入った。垂直落下か、落とした。垂直落下、ブレインバスター。ニュートンも震えた。カウント3、沈黙の答えはリングにありました。新チャンピオン誕生。三沢が戦いの原点、永遠の反骨心をこの大阪のリングで見つけました。第21代トリプルクラウン川田俊明誕生の瞬間です。勝負タイム24分15秒。川田俊明が三沢光晴から堂々連勝、東京ドーム以来の連勝であります。小橋さん、はい、やはり勝敗を分けたポイントはあの三沢への首への攻撃だったと思いますが、そうですね、チャンピオンベルトの方向です。パワーボムを読んだ三沢をさらにその上に来ましたね。いや、その辺は読み合いだったですね。まあ、正直同じこのマットで戦う第一線のレスラーとしてこの戦いどのようにお感じになりましたか。そうですね、まあこの沈黙をずっと守ってきた川田さんがこの今日ここでリング上でそれを証明した時ですね。はい、まあ、いろいろこの今全日本プロレスの中ではいろんな変化の動きがありますが、はい、その中でちょっと沈黙を守って一歩遅れた感のあった川田、はい、三冠チャンピオンになりました。今度は小橋さんが川田さんを追いかける番になりますね。そうですね、これからもっともっと面白くなってきます。はい、と思います。またその三冠チャンピオン川田を追いかける小橋健太としてのその川田選手のこの戦いぶり、かなり厳しい戦いになると思いますがどうでしょうか。そうですね、まあまだ一段と川田さんが成長したというかもう大きくなってですね、はい、リング上に帰ってきてくれたんじゃないでしょうか。はい、ただ小橋さんもフェイダーしかり、この川田、三沢しかり、相手が大きければ大きいほど燃えますからね。そうですね、はい、この99年最初の三冠戦、大阪で初めての三沢対川田の三冠戦、勝負タイム24分15秒川田俊明が三沢光晴からあの 5.1 東京ドームも含めまして2連勝ということになりました。BWF インター UN 3つ目ヘビー級史上最強、そして最高の栄誉、川田俊明が7ヶ月ぶり3度目の三冠タイトル君臨ということになりました。ああ、そして川田が腕をつっていますね。小橋さん、ね、川田は足だけではなく肩もやったんでしょうか。そうですね、この肩か肘処置の仕方は肩か肘ですね。しかし今立ち上がりました川田俊明です。川田俊明にチャンピオンベルトの贈呈です。
今改めて川端俊明が7ヶ月ぶり3回目3本のベルトを手にしました。そしてチャンピオントロフィーが渡されています。腕をつった痛々しいこの川田、三沢との激戦を物語っています。この大阪では三冠戦数々の名勝負がありました。これもおそらくその一つに数えられることでありましょう。この川田は放送席の小橋さんと三冠戦で60分のフルタイムドローを戦いました。そして今日大阪で初めての三沢と川田の三冠戦、非常に大阪のファンの皆さんにとっても全国のプロレスファンの皆様にとってもまた一つ戦いの歴史1ページとなりました。今川田選手が引き上げていきます。ますます戦いは厳しくなると思いますが、一つこの99年もこの三沢、川田、小橋、秋山、そして外国人も元気ですから、またはますますの健闘を期待しています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。放送席はゲスト小橋健太選手です。99新人ジャイアントスリー三冠戦新チャンピオン第21代三冠チャンピオン川田俊明が誕生いたしました。いいですか、すいません、はいはいはい、ちょっとこれ腕があれだからちょっとすいません、ほんとインタビューじゃ早めにさ、ほんと1分か2分だったらいいけど、それ以上ちょっと遠慮してください。ちょっといいですか、もうすいません完全に折れてます、骨がバキバキ動く。ちょうど途中で太いやつねえのか、ガードのやつあるんだ、あるんだよ、ここに、はい、これで最後手の先をするから、はい、添え木を早く用意しよう。こっちのテープあるよ、なんかこれ切ってもらうから、いや これ切らないもん、取ってくれ、ちょっと取りますか、切ったら危ない、きついにしちゃうから。さあな、どうぞそのまま行っちゃうか、もう行ってるね、変わらね、そのままテープをちょっと吊るして、あー痛い、タイミングちょっと多いよ、はい、めっちゃないと、あの痛みどん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 、シャツだけ、T シャツなんか煽って、ああ母ちゃん、母さん T シャツ、ちょっとこれ T シャツから煽ってかないと、あ、風邪ちゃうんだ、上に羽織るもの持って、上に羽織るもの持って、上に羽織るもの持って、カドさん、ずっと三冠チャンピオン初防衛ならずということになりましたが、今の三沢さんのお気持ちというのを聞かせてください。気持ちですか、まあ負けちゃったけどね、まあ俺のね状態というか状況は、俺には負けても落ち込んでいる暇はないんです。というのはやることはね、負けてもやることはいる、やれることはいる、いっぱいあるし、別に自分やっぱりね、まあ自分のことだけ考えてやっていけないんだから、まあね、明日からまたいい方にまた頑張るぞっていう気持ちに切り替えて頑張れば、まあいつでもね取り戻すことはできますから。最後の垂直落下のブレンバスターというのは、
かなり効いた。いや、その前のね、パワーボムをひねって返そうと思ったんだけど止められて落とされたでしょ。後頭部。ああ、頭から。あれがだいぶね、結局まああれに負けたようなもんですよね、あそこで。まあまあ、あそこんとこはね、ギリギリ返しましたけど、返せたけど、もうあそこでもう決まってたようなもんですよ。今回リングで戦ってみて、川田さんの気迫というのはどの程度感じましたか？もうだね、まあ、最初のうちはあれだけど、やっぱりね、俺がいる分やって、もうやっぱり前に前に出っていうね、出てきてましたからね。まあまあ次ね、三冠戦が決まるまではね、頑張ってほしいと思いますよね。これで三冠戦に限ればドームと、そして京都、川田さんに2回連続で敗れたわけですけれども、次自分が三冠戦挑戦するというときに誰とやりたいというのはありますか？まあそれは別にないですね。まあ川田でもね、もう勝てないとはもう全然思わないしね、それまでは別に俺の方が連続で勝てたもんだしね、まあ別に落ち込んでる気持ちも全然ないし、まあ明日からまた気分を新たに頑張ります。再び三冠のベルトを巻くという自信、そしてそれに向けて一言いただけますか？そうですね、まだまだね、プロレスラーとして終わるわけいかないし、終わりたくもないし、まあいつでもまた取れるという気持ちだけは持ってますんで、まあ、また三冠、ね、チャンピオン、三冠チャンピオンの代名詞は三沢だと言われるぐらいにまた頑張ります。ありがとうございます。正月恒例のヘビー級バトルロイヤル、リングが揺れております。さあそして先ほど3カウントを奪われた小橋に対して、小橋に対してベイダーがいった。ベイダーが、小橋が流血、顔面が真っ赤になっている。異常事態になりました。試合の権利もうなくなっている小橋に対してベイダーが容赦なく襲いかかっています。ベイダー何を思うか。さっきの最強タッグ決定リーグ戦優勝戦の遺恨か。悲鳴に包まれている東京後楽園ホール。小橋はこのバトルロイヤル、すでに3カウント奪われて試合の権利はなくなっています。秋山も行った。秋山が割って入ります。秋山とベイダーはまだこのバトルロイヤル、あっとまた行くか。ベイダーがまた行く。秋山もベイダーも試合の権利がありますが、試合とは関係なく乱闘だ。非常事態だ。ベイダーと小橋、ハンマーを当てるベイダー、殴り合い、流血の事態になっています。この両雄、1月15日横浜大会初のシングル対決を前に乱闘となっております。異常事態、波乱の幕開け。小橋つぶしを狙ったのか。今年はお正月から大変でした。そうですね、はい。今日 いきなり1月7日にして、まあ、のっけから世界タッグということで、名古屋大会以来の川田田上組との一戦ということなんですが、そこら辺の抱負を聞かせてください。そうですね、まあ最強タッグ優勝しましたし、ぜひその勢いでですね、今回の世界タッグ
勝ちたいですね、はい。まあ、あの名古屋大会負けましたし、ぜひ今回は、勝たないといけないと思ってます。最強タッグで、秋山さんと、タッグ結成したばかりで優勝されて、今度はいよいよタイトル取りということになるんですが、その辺はどう違いますか。まあ、そうですね、まあ、とにかく結果を出したいということだったんで、はい。まあ、最強タッグという結果を一つ出したんですけども、それが一つの始まりだと。これから今年何かをしなくちゃいけないということで、とにかくその新春タッグ戦を、世界タッグ戦を、組んでもらえたんで、ぜひここでもう一つ結果を出せるようなものをやっていかないといけないんじゃないかと思ってます。はい。松本大会では、はい、白星を奪取しましたけど。あ、そうですね。まあ、でもそれは、まあ、あの結果をとにかくそれは入れないで、はい、もう本当にそうですね、松本大会では勝てましたけども、まあ、それで一勝一敗ですからね。今回決着戦のような気持ちで、はい、います。とにかくそのバーリング、やっぱり4人でやってきて、とにかく最強タッグという一つの勲章を得て、まず今年に入って、まあ去年その優勝した時に、今年それが始まりだと、優勝してそれからが来年に向けてのその始まりだということで、とにかくその第一弾として何としても勝ちたいですね。今日はまあチャンピオンチームとも一勝一敗ですので、まあ、とにかく今日決着戦ということで、はい、ぜひ勝ちたいです。川田を捉えております。サソリ固め、体重を落としていく秋山。意地と意地がぶつかり合うこの両チーム、第35代の世界タッグ王者の川田田植組、一方昨年の暮れ98世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝チーム小橋秋山組、2つのチャンピオン、2つのプライド、2つの意地がぶつかり合います。ここは田植がカットに入りました。さあ、そして試合の権利が秋山から小橋に移っております。団体をして出場しているこの小橋健太、必要にこの川田を攻めている小橋秋山組、拷問のような形になっている小橋、力が入る。さあ、そして川田が手を伸ばしました。ロープブレイク。さあ、この川田組、そして小橋組、ここまで1勝1敗、そう申し上げていいでしょう。 10.11 世界タッグのベルトをかけた戦い、愛知大会では川田田植組が勝利を収めました。そして先の最強タッグ決定リーグ戦松本大会では秋山が田植をエクスプロイダー、スリーカウント、ここまで1勝1敗であります。膝を落としました。さあ、10分が経過しました。今宵の世界タッグ選手権試合、ベルトをかけた戦い、またもや小橋がこの川田焼き蛇に捉えております。小橋革命、その革命の証、ベルトを手にすることができるか。完全に反り返った形となっている川田俊明。さあ、田植が円の中、これを見ていました小橋健太。
さあ秋山にタッチです。青コーナー完全にこの河原の膝に照準を合わせている小橋秋山組、ビッグで応戦します河原。さあ小橋秋山組、先の最強タッグでは史上最強外国人タッグハンセン・ベイダー組を破り優勝いたしました。しかし小橋革命としては何としてもベルトが必要であります。目を閉ず関節技に持っていく秋山です。無敵のハンセン・ベイダー組を破りました。しかしベルトを現在持っているのがこの川田田植組、王者組であります。思えば約1年前この川田田植組が世界タッグのベルトを奪取したのは小橋エース組でありました。あれから約1年の月日が流れ、川田田植組今宵5連続防衛なるか、小橋秋山組がベルトを手にするか。ストンピング、ここで小橋にタッチです。左目の視界視力は一過ほど、痛々しいその傷、さあ捉えました。膝のあたりにまずストンピングを放った小橋健太、なんとしてもこの川田のキックの攻撃を防がなければならない。さあキックの応酬だ、ラリアットカスタバックになった、ジャーマンか、遠藤入れる、川田の遠藤入り、肩口から後頭部のあたりに命中いたしました。さあここで田植えだ、鬼になるか川田田植組、ロープに振った、あーっと顔面、目のあたり、田植えが鬼になった、そして顔面をかきむしる、小橋の左目、当然なら傷は感知しておりません。先の1月2日バトルロイヤルでベイダーとの乱闘、左目を11針縫っている、傑作に振った田植え。さあそしてあっと PDT、 傷口が広がる、左目を抑えました小橋、ハイキック、そしてマットを剥がしての DDT、 包帯はしていますが戦う状況ではないことは確かであります。秋山がリングの下に降りてきました。さあ小橋、左目を抑えながらもリングの中に戻ります。しかしそこには田植えが待っている、そしてあった、期待のあたりか、痛みの後ろ顔面蹴り、差し式のハイキックが来た、そしてハンマーを落とす、会場2800人、小橋コールが沸き起こっている、当選一方、小橋の悲鳴が聞こえたが、なおも踏みつける田植え、120キロの田植え、傷口を広げるようなハイキック。さあそして川田にタッチです。さあそして羽がいじめ、ガーッとこれも来た、川田の串刺し式、顔面を捉えました、動きが止まった小橋、ブレンドスターの体勢、さあ小橋が投げるか、力が残っているか、激痛が走っているでしょう、田植えがチョップで応戦、膝をついた小橋、あーっとした、2位を落とした、川田の鬼になった、ウィークポイントを攻めるのは勝負の相当手段ではありますが、非常な攻撃、悲鳴が上がりました、たまらずエスケープ小橋。さあそして田植え、その小橋をパーッと本部席、ベルトの置かれた本部席に小橋を投げつけました。これには秋山、あっと秋山も天使高い、
背中を強打、小橋秋山組が分断されました。これが王者組の強さか。そしてハイキックアウト、小橋もそして秋山も場外、しかも鉄柵の外だ。さあそして小橋が戻された。カウント、カウント2、カウント2、小橋の左の肩が上がった。朦朧とした中で戦う小橋、パワーボムだ。捉えるか小橋、秋山も戻った。力が入る、あっと顔面へ、またの顔面、秋山を蹴散らしました川田。まだ膝をついている小橋。さあそして王者組赤コーナー、ダブルの攻撃か。小橋をニュートラルコーナーへ、ラリアット倒した、ドロップキック、足を捉えた、ちょっとちょっとが炸裂。さあそして秋山だ、今度は秋山キックを持ってドローライン続けるチョップしている、エルボー。さあ秋山が、いや振られた、秋山が振られた、ラリアット倒してハイキックを倒した、エルボー、エルボーの一撃。そしてノータンが、ノータンが持ってた、ノータンライト、田上が返しました。さあ小橋がやられたが、秋山にタッチ、ハイキック、しかもさあどうする、田上、まだ力が残っています。秋山ハイキック、燃える、燃える男の秋山、のどはだ、のどはフリーだ。さあ松本大会の、いや DDT エクスプロイダーに行こうというところ、DDT が待っていました。さあ試合の権利が川田だ、川田の非常なこのキックの攻撃、世界タッグのベルトは渡さない、そんな意地が感じられます。川田、そして田上、小橋がリングの下です。そして秋山がブロッキー状態、リングの中央に持ってきた。さあ力が入る、パワーボム、秋山も体勢を落としてなんとかこらえている、顔面蹴り、あーっと小橋、小橋カット、そこに田上、試合の権利は秋山と川田です。さあ今度はダブルで小橋を振った、ダブルのキック、そして秋山にも勝負あったか。さあダブルの攻撃だ、のど輪か、完璧落とし、盤石の体勢、カウント、カウント2、秋山返した。ベルトを取るか、ベルトを守るか、両者とも意地がある。あっと防いでいる、防いでいる、しかし田上のキックだ、ラリアット、ラリアット返せるか、秋山カウント2で返した。バーニングが燃え上がるか、川田影が鬼となるか。さあ力が入る、こらえる秋山、引き抜いた、パワーボムだ、落とした、体重を乗せる、小橋が来た、小橋が間に合った。小橋秋山組結成から4ヶ月、躍進の小橋秋山組、一方タッグ結成5年と7ヶ月王者組の貫禄十分、その川田がストレッチプラグだ、落とせるか、秋山意識はあるか、川田がねじるストレッチプラグ、20分経過した、ストレッチプラグだ、孤立無縁だ。こらえどころの秋山順、落とせるか川田俊明。そしてリングの下では、あった、力が入る、どうだ、口を開いた、ここでカバーだ、どうだ、2だ、カウント2、まだまだ意識があった秋山、粘る小橋秋山組、
ここまで4連続防衛の河原田植組、今宵の世界タッグ選手権顔面にヒット、確実にヒット、そして片指だ、どうだ、飛ばしました。さあ飛ばすと河原、試合の権利は秋山、しかし包帯をして眼帯をして沈むと戦っている秋山、あった、何倒す、投げた、さあ河原が天井を見つめている、秋山のタッチを待つ、壊す、ストレッチクラブの拷問を受けた秋山、さあ小橋が十分な体勢、手が伸びるか、秋山小橋の手が見えているか、川田も立てない、完全にタッチするか、こちらに早かった王者組だ、そして小橋にもタッチ成立、まずドロップキック、田植ハイキック、チョップかわしている、ノロワだ、前に行った、前に落とした、逆ノロワ、傷口が痛みが走る小橋、顔面から落とされた、さあそしてダイナミックボムだ、落とした、和田恭平カウント、カウント2、満身創痍の小橋健太、踏みつける聖なる鬼正規軍、王者組のさあベルトを守れるか、エプロンから行った、小橋守れるか、エプロンから行くのか、秋山が足を押さえた、さあ難を逃れてか、いやここだ、 DDT、 なんと DDT、 エプロンに小橋の頭がめり込んだ、壮絶な戦いとなった、片指だ、カウント2、小橋革命にはベルトが必要だ、最強タッグは制しました、しかし小橋秋山組、何としてもベルトをその腰に巻かねばならぬ、さあ野沢の体勢、手を伸ばした、その手を河原が、野沢、ここで野沢だ、アクションを出した、秋山間に合った、さあその秋山を今度は河原が場外に蹴落とす、さあ盤石の体勢で待ち構えている田植、ようやく立ち上がって小橋、走ってきたランニングのハイキック、天を見つめる、返した、小橋が返した、頭を抑える、目を抑える、おそらく小橋の近い左半分見えているのか、チョップ炸裂、そしてエクスプロイダー、秋山がエクスプロイダー、松本大会で鍛錬を沈めたエクスプロイダー、その最大となるか、さあ秋山がまず先に立ち上がった、試合の権利は小橋だが、ガーンと蹴落としか、いやダブルポイント、そのままいった、カウント、あカウント2、カウント2、合体攻撃を出した小橋秋山のみ、さあリングの下で河原と秋山、お兄さんだ、さあ拳を握った、勝利の拳か、セカンドの秋山が河原を抑えている、まあ2人か、カウント2、勝利まであと1秒、ベルトまであと1秒、さあランニングして間に合った、河原を落とした、さあそしてハイキック、河原も応戦、いや田植も応戦、のどわだ、チョップ耳元に当たった、ハイキック、さあそしてラリアット、相打ちダブルノックダウン、両者ダウン、大の字の田植、小橋には意識があるか、さあそして
勝を取る意地か。壮絶な戦いとなってきた。ラリアット至近距離だ。ラリアットカウントカウント3カウント3小橋革命第1勝なる。新チャンピオン誕生。第36代世界卓球王者小橋秋山組、ついに小橋がやりました。小橋さん、秋山さん組、世界卓球ダッシュ恐縮しまして、万歳。そう、嬉しいです。はい。秋山。ベルトはいいですね。あの、最強タッグでは、見事優勝を飾りましたけれども、今回また違った喜びがあるじゃないですか。そうですね。あの、最強タッグ優勝して、これから、バーニング始まるって言ったんですけど、それが実現して、こう気が集まってくれたファンがね、みんながすごく祝ってくれたことがすごく嬉しいです。秋山さん、うん、最後なんか勝ったってもね、かなりもう課題が重きに残っているような勝ち方だったんで、まあ少しはこれで、まあ、うん、まだちょっと見てる人にはしっかりしたこうね、ないかもわかんないですけど、もう一つこれ取れてもらってさ、昨年の名古屋の借りも返せるという感じ。そうですね、まあまだでも最強だからね、勝ってるチームも2つばかりあるんで、これからチャンピオンとして借りを返したいです。試合中、小林さん、あの目をこう、いい感じで伝えられるシーンが目立ちましたけども、いかがでしょうか、あの時に思ってましたか。もう、耐えるしかないな、と気持ちは。耐えて戻れば、順が必ずね、やってくれると思ったんで、やっぱりその気持ちがね、一つ一つの試合を乗り越えるごとに、そういう信頼感というのが、もっともっと深くなってくるし。まあ、今日は最後こういうチャンスが回ってきたんですけどね、途中で純があそこで頑張ってくれたおかげだと思ってます。来週につながる戦いになったと言えますか。来週のベイダースにつながる戦いになった。そうですね、これで一つやらなくちゃいけないことを一つクリアできたんで、次進めます。いよいよ、はい、いよいよと言ってでしょうか、あのベイダーとシングルマッチ、もう始まりますけど、はい、今率直な気持ちは。そうですね、やっとこの時が来たかという感じですね。はい、まあ、思えば、1月2日の BQ バトルロイヤルで、大きな目に見舞われました、ね。どうなんでしょう、やっぱり怒りに近い気持ちが自分なのにありますか、ベイダーに対して。そうです、その後の試合もね、あれですね、やっぱりその分をね、ちゃんとお返しして、で15日にきれいに清算してから15日を迎えたいという気持ちだったですから、はい。まあ、それで2日の、ね、分がお返しできたかどうかは分からないですけども、まあ、何試合かやってね、でやっと今日15日という日を迎えて、はい、今ベイダーに対してどんな気持ちを持ちですか。まあどんな気持ちっていうか、とにかくこの傷がどの方のっていうことよりも熱くさせる男なんで、とにかく
そうですね、周りを燃えさせる男だと思ってます。はい、小林さんご自身は、はい、去年の 5.1 東京ドーム、はい、以来の、なんていうんですか、その願いが叶ったと、はい、いう感じになってますけれども、はい、やっぱり本当待った待ちに待ったというか、そういう感じですか。そうですね、まあ自分 も待ってましたし、そしてファンの皆さんも待ってくれたんじゃないかと、待っててくれたんじゃないかと思ってます。まあその分も含めて今日思い切り戦えるんじゃないかと思ってます。はい、小橋さんの世界タッグの前に、はい、アーニングのこれが今年の第一歩なんですよ、はい、いうようなことをおっしゃってました、はい、で見事先週世界タッグのベルトをついに、はい、取ることができました、はい、今日はそのバーニングの第2弾としての期待がファンからかかってると思うんですけど、いかがですか。はい、もうそれは強く感じてます、はい、このそうですね、シングルの勝敗感によって今後のまた流れが変わってくると思いますので、ぜひ今回のシングルは絶対勝たなくちゃいけないと思ってます、はい、何としても勝ちます、はい、ファンも期待します。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。99年の全日マットは流血で幕が開きました。血染めの年賀状を受け取った小橋健太、まぶたの傷はまさに切り裂かれたプライドそのもの。そしてその傷に塩を塗り込むかベイダー、遺恨を超える新たな戦いが今宵横浜のマットで生まれるか、まもなくゴングです。最強タッグを制し世界タッグを獲得し、まさに全日マット無血革命進行中の小橋健太、98年プロレス界の顔となった若きですが、新たに開く99年の道なき道、その荒野の真ん中に大木のごとく立ちはだかる男、それが皇帝戦士ベイダー。年明け早々あまりにも強烈な挨拶と見舞われてしまった小橋健太、しかし小橋は一歩を引くことなく、むしろ望むところという期待にした顔を見せました。去年の5月の1東京ドームでベイダーとの運命の出会いと話してから8ヶ月、その存在を忘れたことは一日たりともありません。ベイダーを倒す、この戦いには何の冠もいりません。さあ場内万丈のファンに迎え入れられた小橋健太、やっと不思議を買いました。ブルーのワットを目指します小橋健太、さあ魂と魂のぶつかり合いを見せてくれ小橋健太、横浜のマットに剣道。横浜、その扉が開いてから今年で140年、文明開化を告げる香りがさまざま持ち込まれる中、これほどまでに日本中を驚嘆させる舶来品があったでありましょうか。あの 5.1 東京ドームで待望のデビューを果たしてから無敵街道まっしぐだ、それがこのベイダー。しかしそのベイダーにとっての唯一の屈辱は優勝戦、何点かの点では見事なまでに赤っ恥を託されました。椅子を手に取ったベイダー、最も強いと書いて最強、最も凶暴と書いて最強、一人最強タッグのチャンピオン、それがこのベイダー。横浜のファンはベイダーの味方だ。超満員に膨れ上がった横浜文化体育館、椅子を手にしたベイダーに大きな声援が送られました。ベイダーをじーっと見つめるリング内の小橋健太、その表情は大なくらいに落ち着いています。マスクをつけております。椅子を握って、あ、しかしその椅子を投げ捨てました。リングに持ち込むことはありません。これは正々堂々たるブルーのマットでの1対1、小橋そしてベイダー、肉体と魂のぶつかり合いがまさに今宵横浜文化体育館で行われようとしております。一歩一歩慎重に歩を進めましたベイダー。さあベイダーが横浜のマットに立った。いきなり詰め寄りましたベイダーです。もうこれは最悪の世界、一体これ狂気なりベイダー。ああ、いいよと言いました。魂、これ最大の武器なり小橋健太。待ちに待ったこのシングルマッチ、ベイダーが
自らリバウンド。このベイダーの一挙手一投足に注目が集まります。60分一本勝負特別試合、さあ開戦です。小橋対ベイダー、その第1勝、今対戦のゴングが高らかに打ち鳴らされました。リングの中央、スタンディング4つの体勢、小橋の頭は非常に痛々しいバンテージ姿。1月2日の新春バトルロイヤルで始まったこの2人の新たな構想、しかしその立ち上がりは意外なほどに落ち着いております。ロープ際押し込んでいきました小橋、クリーンにブレイクしようというベイダーです。両手を上げました、そして両手を広げました。小橋とベイダーがきれいに分かれました。さてこの試合の模様は放送席にゲストといたしまして三沢光晴選手にお越しいただいております。三沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いきなりこのベイダー全日マットの初シングル、小橋、まさに肉体と肉体のぶつかり合いになりそうですね。そうですね、どちらもパワーで勝負の人間ですからね。そうですね、待ち焦がれたこの両雄の一騎打ちになります。ただ三沢さんね、このこれまでの2人の攻防を見ていると、はい、今日の立ち上がりは静かですね。そうですね、やっぱシングルというのもありまして、後に誰も控えてないというのもありますからね。なるほど、やっぱりそこら辺はスタミナ配分考えていると思います、ね、なるほどね、はい、まずグラウンドで上になっているベイダーです。このベイダーが190センチの170キロ、小橋健太が187センチ118キロです。まさにこの日米を代表する巨漢同士、まさにシングルマッチビッグファイトを展開しております。放送席から三沢選手もじっとこの両雄のシングルマッチ、初めてのシングルマッチの模様を見つめております。肉体的そして体によったこの怪我というハンディキャップ、三沢さん、単純に考えましても小橋、はい、苦しい戦いですね。そうですね、まあ、小橋の怪我もくっついてると思うんですけどね、まだ脱出してないので、板がね、ちょっと引っかかるとちょっとまた切れちゃうという恐れがありますからね、その新春バトルロイヤルで打った傷、追い込んだ、あとベイダーのマスクがずれている。あー、そのマスクを取った、ベイダーがとうとう先頭体制、本腰を入れました。その小橋はまぶたを切ってしまいまして、合計14針縫うという大変な怪我を負ってしまいました。さあ小橋がベイダー、いやベイダーが振り返した、小橋がロープ返ってくるところ、ラリアットをかわして小橋自ら飛んでショルダータックル。さあ馬乗りだ、馬乗りだ、あと小橋馬乗り、ベイダーの上になった、嬉しい嬉しい、しかしベイダーもしっかり手をロックします。そのロックがほどかれた、もう一回がっつりロックしますベイダーです。さあ伸びるか、ガーッとこのベイダーの左腕をピンと伸ばそうというところ、さあ伸びるか、伸びた伸びた、バーッと、しかしサードロー、うーん、このあたりベイダーも冷静です。ここでベイダーが間を取りました、場外にエスケープです。さて三沢さん、このベイダーは最強タッグ優勝決定戦まで全勝できて優勝を逃すという非常に屈辱的な負けがありました。そうですね、まあ、パートナーもハンセンというのもありましたけどね、ハンセンと組んで勝てなかったというのはちょっと辛いでしょうね。そうですね、さあベイダー上下の方向、いきなり来ました、顔面に来ました、まぶたを抑えます小橋健太、左のまぶたを14針塗っています。今度は野本、ラケット今入ってますね。そうですね、ところがドラゴンスリーパーの体勢だ。三沢さん、この実際戦ってみて、はい、ベイダーのこの重圧感といいますか迫力というのはどうなんですか。そうですね、やっぱ体重があるも一発一発は重いですからね、何でもない張り手でもやっぱ人の2倍3倍効きますからね。そうですか、そういった面ではこうやってまたこの固め技で上に乗られるというのも170キロですからね、ちょっと辛いですね、ちょっとスタミナが心配ですね。先ほど意図的かあるいは偶発的か怪我をしている小橋、あっと顔面のあたりがヘッドバットを振り下ろしました。あー来た来た、いきなり来た、ビッグバンクラッシュを持ってきた、一発目は難を逃れました。
発この小橋のまぶたのところにパンチが入っています。あとこの引く、この左の膝、ベイダーの探してみる中での唯一の欠点、それが膝。さあドラゴンスクリュー、いやまだ5分しか経っていません。負けたらものすごい勝負。小橋は左の膝、ドラゴンスクリュー2発目。やはり小橋はこういうところで活路を見出すのがどうですかね、やっぱり体重がある分足が一番速いところですからね、ベイダーですね。さあ左の足、スタンディングでのこのアキレス腱のあたりを固める格好になっています。ドラゴンスクリュー2発がありました。ここはもうガンガン攻めた方がいいですね。なるほど、今ベイダーが倒れ込んでいるという状況です。頭に巻いているバンデージは痛々しい。小橋、あーっとこのハンマーだ、ね、顔面を狙ったハンマーは今日2発目、左側頭部ですね。側頭部ですか、ね、あーなるほど、ちょっと小橋の視線が心配です。宙をさまよっています小橋健太のその視線。場外戦を仕掛けるかベイダー。さあベイダーが追いかけて、戦いの戦場は場外に移りました。中際に挟んだ、これは危ない、これは危ない、膝を落とします。あんま、あと顔面を当てるか、もう一回、もう一回、もう一回、パワーボム、重低音が放送席まで響きました。見てますね、これは。あ、そしてベイダーが、椅子を手にする、椅子を手にする、これは危険だ。入場の時に持っていた椅子は手放しました。しかしこの試合熱くなりにつれまして、まさにベイダーの闘争本能を火がついたか。椅子を手にしている、あっと顔面だ、もう点中だ。もう前半で積もったダメージはちょっと心配ですね。そうですね、この点からでしょうが、ちょっと首も来てますね。首も来てますか、この表情です。小橋はご覧のように武将髭を蓄えています。これは1月2日ベイダーに襲われたその日からずっと剃らずにこの小橋は髭を蓄えております。ベイダーとのこの一戦、なんとか小橋は、さあロープ飲んだ、ロープ飲んだ、ベイクバックラッシュ、ああ返した、ああ小橋返した、危ないところでしたね今。ちょっと待ってください、今小橋が血を吐いてます。いや血の中を切ったんでしょうか。パワーボムだと思いますね。でもね、場外の、そうですか、血の中か内臓か、ラリアット、ラリアット、小橋が血を吐いた。いや、ベイダーはすぐにそばにはいけません。余裕持ってますね。そうですね、奇跡的に襲われる小橋、1月2日の新春バトルロイヤル、あれからまだ髭を剃っておりません。怒りがその髭の成長とともに育っております。まさに迎えた今日の 1.15 横浜文化体育館のシングルマッチ、ベイダーにとっても初めての全日マットシングルマッチになります。血を吐いている小橋、壊した壊した壊しました、あと浅くなしゃない、そうですね、当たりが浅かったですね。さあ、あ、DDT DDT、小橋にしては珍しい DDT です。あー、ご覧の、そうですね、口の中というよりはあるいは内臓かもしれません。まだそのまぶたからの出血はありません。ただ今日は口の中から血を吐いています。小橋健太ローリング稼ぎ、この破壊力は十分だ。動きが止まるんですね、ちょうど強打が止まりましたね。そうですか、足元ベイダーも膝から崩れ落ちました。おっと、ちょっと当たりが浅いが、あと場外だ、場外だ、場外だ。さあ、小橋がトップロープを握っているぞ。場外にはベイダーだ。小橋飛ぶか、飛ぶか、飛ぶか、飛ぶか。あー、飛んだ、プランチャー、プランチャー。珍しいですね。珍しいですね。小橋が場外のベイダーにプランチャーを見せました。去年の最強タッグは小橋組が制しました。その屈辱を晴らそうというベイダー。
押し上げからの猛攻です。そうなんだ。ランチャーも見せました。さあ場外さすがに1分今10分、なんと内容残り10分か。いいですからね。そうですね、肉体と肉体、そして魂と魂のぶつかり合いです。試合前の小橋はこのベイダーとの対戦に対して特別試合とか三冠戦とか2番組試合とかそういった冠は一切必要ない。まさに試合がしたい、魂と魂のぶつかり合い、そういうことを話しています。そしてこの全日マットにおきましても日本人対外国人という大物同士のシングルマッチ、久々に組まれましたこのメインイベント特別試合であります。かつてジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、そしてもちろん三沢さんもそうですが、外国人選手の強敵を数々倒してまいりました。小橋にとってもその一つの大きな試練が今99年ここから出るか。さあブレンバスター来るか、ブレンバスター来るか、攻略通りブレンバスターを乗せか、投げることができるのは小橋健太、レプロン遊んだの攻防だ、小橋が投げ切るか、そしてベイダーをグッと越そうとしている、あーとベイダー、ベイダー行くか、ベイダー行くか、捉えた、あーあーガンバヘッドバット、ガンバヘッドバット、バルタの当たりを抑える小橋。さあ今度はリングの中堂々と投げるか、リングの中央ポジショニングは全く問題ない、一気に抱え上げる小橋健太、190キロ170キロのレイダーの巨体を一気に抜くことができるか。いや来た、輝いた、ブレインバスター、まさに男の意地、魂がベイダーを引っこ抜きました。バックリバッター、バックリバッター、バックリバッター、バックドロップ、古典的な技が大きな意味を持ちます。すぐれ返しましたベイダー、よく投げました。そうですね、そのところですけどね。そうですね、本当に。さあ青コーナートップに立った小橋、リングの中にはベイダーがいる、背を向けているベイダー、こちら向いた、青木さんにキック。さあ足を抱え込んで丸め込んだ小橋、返したベイダー、あとそのまぶたのあたりの、あ今それを投げ捨てた、自ら投げ捨てた、傷口が剥き出した。さあ、さあ、ウェイサイトに行け、ウェイサイトに行け、ユーザーのコーナー、トップになった、盤石のランナー、返された、小林返された、痛いですね、そうですね、痛いですね、そしてムーンサルトといいますと、このベイダーも、その最高の勝利でもあります。小林は自らそのまぶたのバンテージ、胴体を取りました。それがすなわちこれがこの決戦の決意表明だ。ジャンピングリー川津がけ、川津落とし、完全にバンテージを取れた、どうするのだ、ラリアットをかわされた、どうするのだ、ラリアット相打ち、ラリアット相打ち、肉体と肉体が弾け合いました。そして魂と魂が衝突した。なんて以下のファンが見つめます。横浜文化体育館、先に立ち上がるのはベイダーか、いや小橋が先に膝を打たれた、上層付けだ、あベイダーアタック、ベイダーの表情に心なしかゆとりが見られます。コーナーを手にした、セカンドロープに足をかけた、さあ何を打てた、ああベイダーだ、ベイダーアタックをかわして投げた、飛ばし、ああ返しましたベイダー、さあボディースラム、いけ、さあ小橋いけ、もう一発、ムーンサルトの体勢だ、ムーンサルト、あ返したベイダー、おベイダーの意地も凄まじい、飛ばし抜け
傷口があらわです。傷入りましたね。これは入りました。そうですね。小橋の足取りがおかしい。投げ捨てだ。さあこの位置は、この位置はムーンサップアウト。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 しましたね。全日マット初公開のムーンサルト、小橋健太返した。そしてご覧のように恐怖はもう踊っています。場内はみんなの小橋コール。あとは気持ちの問題でしょうね。そうですね。の戦いでしょうね。もう両者持てる技は十分に出しています。バックになった。横投げのラリアットだ。うわ後ろからバックに回った、バックに回った。投げ捨て。ここが差が大きかったですね。うわこれで小橋は返せるか。小橋はうわこれ頭を打ってたらちょっとまずいですね。動けますよね。今セカンドオープン。これはリバーススプラッシュの体勢だ。三沢からスリーカウント奪ったこのリバーススプラッシュ。いやもう一回いく。ベイヤーもう一回いく。リバーススプラッシュ2連発。さあ飛ばし返せ、飛ばし返せ。返した返した。熱い試合がしたい。その一連だけでこの小橋はリングに上がり続けています。さあセカンドラン、さあどう動けるか、動けるか。ビッグバンクラッシュ、スーパークラッシュ、カウント3。小橋ベイガー、その第一戦はベイガーに外貨が上がりました。あよく粘りましたけどね。しかし小橋レイダーの持てる技を全て受けました ね、 ましたね。記録は勝てたと思うんですけどね。はい、体重差が大きかったでしょうね。やっぱりそうですね。リングの中の小橋はまだ立ち上がることができません。そしてまさにその狂気との意味に光を通しますレイダー。レイダーにはまだ余裕がある。憎たらしいぐらいの余裕がある。満身創痍で臨んだ今日のシングルマッチ、小橋対レイダー。対戦との第1幕はレイダーが白星を飾りました。しかし三沢さん、あまりにも衝撃的な試合でしたね。そうですね。負けの体重が違うと小橋がレイダーの倍スタミナ使いますからね。試合が長くなれば小橋は有利と思ってたんですけども。そうですね。スタミナはだいぶ消耗が違いましたね。そうですね。そしてレイダーも必要に怪我をしている箇所を狙ったわけではないんですが、ところどころ抑えてきましたね。一発一発がやっぱり重いですからね。やっぱり蓄積されてますからね、試合が長くなるんですね。そうですね。小橋今日は口から出血もありました。まだ立ち上がることができません。首の付け根、手動脈のあたりでしょうか。その辺りを今抑えられている小橋健太。16分59秒スタンドロープからのビッグバンクラッシュ、その第1戦は小橋クロススタートとなりました。三沢さん、これだけの試合を見た後で何なんですけれども、はい、このレイダーが今三冠戦線に殴り込んでくることは間違いなさそうですね。間違いないでしょうね。まあ、今年まだ始まったばかりですからね。まあ、やらなければいけないのは絶対ありますからね。そうですね。まず三沢さんは来週川田選手との防衛戦があります、はい、これに向けたら応援することもありますか。そうですね、まあ、ドームで負けてから、ね、初めてなんで、その分やっぱり借りを返したいですしね。そうですね。その後レーダーも控えてますし、はい、これ負けるわけはいかないんで ね、 そうですね。勝ちを狙っていきたいと思います。レイダーの初のシングルマッチ、迎え撃った小橋健太、がっくりと今両肩を支えられながらリングを後にしようとしております。場内のファンは呆然とこのリングを取り囲んでいます。しかし小橋は持てる技、レイダーの持っている技を全てあえて出させて、ある面監督のスリーカウントかもしれませんね。そうです
まあでも次やったらわからないですね。そうですね、そこまで粘れれば。そうですね、今横浜のファンは一人として帰る人はいません。満場のファンから大きな拍手が送られました。小橋がぐるりと横になりながらリングを後にしようとしております。今年のシングルマッチはあまりにも強烈なインパクト、レイダーのムーンサルトも出ました。スタンドロープからのリングランクラッシュもありました。レイダーの持てる技すべてを出して小橋が違いなく熱い試合ができたものと思われます。リングを後にする小橋健太、しかしまだその第1章が始まったばかりであります。対決は16分59秒、レイダーがスリーカウントを奪いました。機関かなんかだと思うんですけど、ね、食堂かでは血入ってあれなんで、ちょっと話せる状態じゃないんで、ちょっと申し訳ないですけど、すいません。痛みはあるんですか？いや、それは痛いとは思いますけど、多分外でバブン食らった時に切ったんじゃないかと思うんですけど、うん、前もなんか切ったことあるんで、そうじゃないかと思うんですけど、じゃあ申し訳ないですけど、お願いします。Who's the number one contender from Mizawa's Triple Crown? Not Kawada! Vader is! Why should this be a Japanese-only club for the Triple Crown? Why can't the Gaijin fight for the Triple Crown? Tell me why! まずは1本目も。そうですね。とりあえず、今日絶対ベルトを取ります。強い口調で取るということですけど、はい、対する小川選手です、はい、いかがですか。まあ本当は相手云々よりもとにかく今もうベルト取るだけ、それだけですね、はい、目標とにかく必ずベルト取るんで期待してください。以上です。いよいよ初防衛戦ということで、はい、今の率直なお気持ちを。そうですね、タイトル取ってからも久しぶり、半年近くぐらい経ってるんで、そうですね、それほどまあ実感っていうか、なんか取ってすぐじゃないんでそれほどあれなんですけど、その前にも三沢さんと組んだりして最強タッグとかもうそういう方がかなりあれだったんで、忘れてたわけじゃないんですけど、まあそれほど自分の中ではまあ中心じゃなかったんで、まあ決まったんで、まあとりあえずの一生懸命防衛するだけなんですけれども、ね、そのとこですかね。岡田さんにとってこういうビッグマッチ、こういう大きい会場でのシングルっていうのは、秋山さんと武道館の一戦以来ですか？そうですね、あんまりそういう大きい会場でシングルマッチとかもしたことないし、そうですね、ファンが待ちに待った、待望のカードで、しかも相手は、なんと柿原選手ということで、その辺はどう意識されますか？そうですね、別に待ちに待ったってほど待ってないと思うんですけれども、まあ、相手の柿原選手は本当蹴り関節技、まあ、素晴らしいもの持ってますし、すごいいい選手なんで、まあ、やりがいのある選手だと思いますけど、三沢選手は常々ジュニアをこう活性化させたいと、はい、おっしゃってましたけれども、今その時期にチャンピオンでいるということで、なんかこうジュニアを盛り上げなきゃいけないという使命感ってやっぱりございますか？そうですね、三沢さんがそういうふうに言ってくれてますし、僕自身もそういうふうにしたいんでとは思ってるんですけども、そうですね、まあ、僕だけが頑張ってもあれなんですけど、まあ、僕自身としてはやっぱり一生懸命いい試合してそれで勝ってで防衛してってできれば、そうですね、三沢さんの言うように、そうですね、ジュニアをあれしていきたいと思うんですけど、あのシリーズ、まあ、開幕戦から、ずっとここまで会場の至る所で小川コールが起きるようになりました。今日も起きると思うんですけども、
そうですね、そうなればいいんですけど、まあ、はい、起きるように一生懸命頑張りたいと思います。向かい合います。認定証、この試合は PWF が認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。1999年1月15日太平洋沿岸レスリング同盟会長ロード・ブレアーズ代読。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分日本勝負を行います。ワンコーナー挑戦者225ポンド柿原正人。東京マシンガンは今日も吠えるぞ柿原正人。ワンコーナー世界ジュニアヘビー級選手権者225ポンド小川よしなり。恐竜戦士、今日はベルトを守ります。小川よしなり。世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ60分一本勝負で行われます。チャンピオン小川よしなり対挑戦者柿原正人。横浜文化体育館で相まみえます。ゴングが鳴りました。世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ小川よしなり対挑戦者柿原正人の一戦です。場内小川コールが起こります。まだファーストコンタクト、おっと右のハイキック、柿原が繰り出していきました。対する小川受けて立ちます。これが初防衛戦になります。小川よしなり98年の7月19日新潟市体育館で当時行われていました世界ジュニアヘビー級の争奪リーグ戦を制して1年2ヶ月ぶり2度目のこのジュニアヘビー級のベルトチャンピオン返り咲きを果たしました。対する柿原正人は98年の2月28日に初めて全日マットに上がって、そしておよそ1年初のタイトル挑戦ということになります。あ、バランスを崩した、背中に一発、黄色のショートタイツ柿原正人シンクラッシャー、ロープを使ってショルダーアタック乗り越えます。ハイキック、キックには警戒したいと語っていた小川よしなりです。さあ柿原が飛ぶか、まだまだこんなところでは飛んではいられない、店は作らないぞ、そう言わんばかりリングの中で決着をつけようと待ち構えております。小川の眼光が鋭くなります。この世界ジュニアヘビー級体重のリミットは105キロまでです。小川よしなりは90キロ、そして柿原正人は97キロ、身長はともに180センチ、全く同じ背の高さです。小川がロープに振られた。さあ組の後にあっと持ち上げて逆にひねっていきました。ムックブリーカー、放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、まずここまでご覧になっていかがですか。そうですね、小川選手はこの手のタイプの選手とはあまりやってませんので、そうですね、まあかなりやっぱり注意深く入っ、初め様子を見る形でいくと思うんですけどね。対する柿原の方はいかがですか。そうですね、彼の場合はもちろん挑戦者ですから、もうどん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 攻めに行くのがやっぱりベストだと思いますよね。その柿原が攻めに転じています。小川を青コーナーの方を追い詰めたところ、しかしちょっと自爆してしまいました柿原正人です。桃田さんは第8代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン、はい、このジュニアヘビーというクラスの一番のこの見どころというのはやっぱり動きでしょうね。体重が軽い分やっぱりスピードがないと勝負にならないという部分がありますので、ただそのスピードだけに溺れちゃうとまたねテクニックで負ける場合もありますからね、まあ、難しいんですけど、まあ、第一にはやっぱりスピードがまず第一ということだと思いますよね。
その割にはまず序盤こう落ち着いた入りというふうに見ていいんですか。そうですね、まあ、お互いにやっぱり多少は相手の様子を見るという形でいってると思うんですけども、まあ、あの柿原選手は挑戦者ですから、はい、できるだけやっぱり攻めたいなという気持ちはあると思いますよ。歴史のあるこの前日の世界ジュニアヘビー級のベルト、シングルのベルトをぜひ欲しいというふうに今日は絶対に取ると語っていたこの柿原正人です。柿原がこの小川ヘッドロックの体勢に取っています。ロープに体をつけているのが柿原です。黒のショートタイツが小川義成です。1966年11月2日茨城県取手市の出身です。さあ柿原がアピールをします。レフェリーは西永修一。さあ柿原がリング下に降りました。そして小川を引きずっていこうというところです。わーっと下からのキック、激しいキック、画面アウト、かかと落とした、小川崩れる。そして柿原ここ追っていきません、リングに戻ってきます。この辺りどうですか。ある程度やっぱりその落ち着いていきたいというふうに深追いすると、はい、あの小川選手は結構あのラフができますので、あの相手のペースに踏まえてよくないというところもあるんですよ。ここでスライディングのキックを見せました。これ柿原ペースと見ていいですか。序盤そうですね、小川がマットの下うつ伏せになっています。大丈夫でしょうか。レフェリーの西永も行きますが、小川が頭のこのちょうどお腹のあたりを押さえて、そしてこの胸のあたりが非常に上下しています。柿原がリング上から挑発します。この世界ジュニアヘビー級というのは NWA インターナショナルヘビー級選手権の流れを受けて1986年に創設されました。これまで延べ19人のチャンピオンがいます。小川義成が第19代の世界ジュニアヘビー級のチャンピオン。さあリング下張り合います。おっと柿原自爆、左のハイキック、ちょうどこのレガースをつけてるあたり、あの鉄柱に思いっきりぶつけました。いやこれはすごいダメージあったんじゃないですか。もうさ、鉄柱にまともに行ったらですね、やっぱり骨折とかそういうこともありますからね、はい、柿原痛かったまま、その隙をついて小川がキックを見せますが、小川もまだダメージがあるようです。とにかく柿原立ち上がることも非常に難しいと、そういう状況です。世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンの小川に挑戦した柿原が挑むというこの60分一本勝負。さあその左足を痛めつけていきます。この辺りが小川らしさと、そうですね、はい、やっぱりあの小川選手らしい、あのチャンピオンらしいというかね、相手がちょっとミスしたらそれをあのガッツリつけ込んで要するに攻めていくっていうのがもう定石ですからね、はいはい、小川を狙った左のキック、しかその足を痛めて、そこを強い狙っていきます。チャンピオンの戦い方です。なんか入ってるね。とにかくこの鉄柱にぶつけられた柿原としてはこれ止まらないですね。そうですね、まあ、あの最初に自分が行って自爆した時はあのかかとだと思うんですけども、はい、要するにそのもうかかとをやると要するにもう完全にバランスが取れませんからね、体重がかけられませんからね、はい、その要するにダメージがどのくらいあるかっていうのが問題でしょうね、はい、ただ柿原の額には非常にこう汗がびったりになっています。さあその左足を抱えるような感じ、小川が持ち上げるところをエルボーで落としていきます。さらにその左足、足を取った。さあドラゴンスクリーン、いややっぱり今ちょっとキックでももう一つ迫力なかったですね。そして小川がそのキックを見越してこのドラゴンスクリューに繋げていきました。この辺りのじわじわという痛めり方、この辺りには警戒したいというふうに柿原も言っていましたが、しかし序盤ペースを握ったかと思いつつ、小川がこの一瞬の隙をついて柿原を自分の思うがままに調理していきます。さあさらに足をクロスして、そしてグッと引っ張る、グッと引っ張る、柿原頭が上がらない。さあこれがこのスーツのレガースが取れそうなばかりにグッと引っ張っていきます。反則のカウントは2というふうに入りました。小川義成です。デビュー14年目になりました。
あとこの2度世界ジュニアヘビー級のチャンピオンになっています。第14代そして第17代、そしてこの17代になった時は91年の1月15日、2年前のちょうど同じ日でした。それだけに小川にとっては元のいい日です。さあここでアキレス腱グッと遅れたとかかとを落とす、逆に返していった、返していった、ロープに逃れる、ロープに逃れる、この辺りの切り返しと思いますけども、そうですね、あの関節技をあのこなせますんで、はい、あのチャンスがあるとキュッと返せるんでね、うん、まあそこら辺は強くなんですけど、まだダメージがかなり足の方にあるみたいですね。そうですね、その隙は逃しません、小川よしなりチャンピオン。ブレンマスターからまたその左足取っていこうというところ、4の日に固めます。非常に苦しそう、もう顔の色が真っ赤になって、そして小川が必要なまでにこの反動を使っている。赤木原苦しそうです、必死にこらえる、ロープに手が届きました。この柿原正彦、98年の2月に全日マットに上がって、そして7月の大阪大会では小橋と、9月の武道館では川田とシングルマッチが組まれましたが、いずれも10分経たずにこのノックアウトということになりました。そして迎えた初めてのこのタイトルマッチです。この 9.11 サマーアクションシリーズ2の武道館大会、小川は秋山との特別試合でまたこの小川ブームみたいなものを作りましたよ ね、まあ、対する柿原はこの川田に敗れてという部分で明暗を分けたわけですが、その2人がこの横浜のリングでタイトルマッチベルトをかけて戦います。まあ、だけど柿原選手の場合にもですね、はい、あの川田選手なんかに負けることによって、あの要するに自力をつけるということもありますからね、これはあの強い選手と戦えば戦うほどやっぱりそのいい経験になりますので、あの決して負けることが必ずしも要するにマイナスポイントではないと思います。その頃から比べて桃田さん、柿原成長の後というのは見えますか？もちろんあると思いますね、あのもちろんそのプロレスの技っていうものをかなりもう把握してますんでね、それから相手からあの要するに攻撃するタイミングとかそういうのをかなり理解してますんで、切り返しとかそういうのもチャンスは十分狙ってると思うんですけど、そのあたりこの試合巧者の小川に対しておっとハイキックを見せましたが、逆に猫騙したような感じでちょこんとこの鼻のあたり、そして輝けるマンハッタンドロップ、これ小川の得意技、奪ってしまった感じがあります。この技は怖いんですよね、あの股が完全に開いている状態になりますからね、よくあのビテゴスとああいうのをあのかなり強く痛める場合が多いんですね。さあさあ柿原が行きます、柿原が行きます、しかしまたこの左足削ってますね、ちょっとね、さらにかなり痛そうですが、しかしそんなことは構いません、かかとを落としていく、何せベルトがかかっています。前日のこのベルト、世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ、もしこの全日本以外の選手にベルトが渡るとなると、実にこの12年ぶりということになります。過去この世界ジュニアヘビー級のタイトルマッチには26人が挑戦しています。しかしチャンピオンは延べ19人、第19代のチャンピオンがこの小川芳成です。エンジンかわした、足を取っている、これは危ない、これは危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、さあロープまであと30センチ、20センチ、5センチ、いやこれは危ないですよ、これどんたいが燃えます。さあ柿原、小川を投げます、ここ続きませんね。そうですね、あのまだもうちょっとあの足のダメージがあるんで、はい、この連続してパーンと、すごい想定です、あわやフリーカウント、小川厳しい、お柿原選手チャンスですね、はい、左足がまだ痛々しい、ベルトのサイン、ベルトのサイン、ベルトに向けて柿原正彦、ラッキーカッター、
続。小川危ない。桃田さん、これ小川どうすればいいですか、ここから。いや、これはもうどうにかして、あの、ラグでも何でもいいから相手をちょっとストップさせない限り。ガキャラスリーパーに入ろうというところです。大谷もアーチョスリーパーという反則のカウントが入ります。レフェリーは西永秀一、グッドフックします。持ち上げる。さあ、小川が何かにすがろうというような、そんな仕草を見せる。さあ、かき洗いを投げて逆にスリーパーにとった。グラウンドにも、おーっと、つま先がおでこに当たりました。竹原の必死の攻撃、そしてこのタイミングのいい切り返し、腕を取って円錐です。今度はかわせなかった。さあ、小川自分のベースに持ち込むか。バックドロップを、そして小川が先に立ち上がります。今の側頭部に円錐が入ったのかなり効いてますね。はい、さあもう一度杖で返します。さあ逆にこの時間帯、小川のペースになってきました。もうここら辺まで来るとですね、お互いのもう精神力になりますからね。さあ小川、タイガータイガータイガー、ドライバーには行きません。さあ逆にかき原、抱え上げる。あった、足折って丸め込んだ、丸め込んでカウント。この辺りの一瞬の切り返し、小川の得意技、流れるようなこの技の振り出し、ジクラッシャー。さあ、そしてジャックナイフで固めて、どうだ、ジャックナイフ。しかしカウントは強いです。この辺り次から次へと、そうですね、さあ小川が必殺のポーズ、固めた、原発固め。桃田さん、はい、ジュニアフェリーとクラス以上の戦いですね。そうですね、まあ、お互いの素晴らしい精神力で、あの、跳ね返してると思いますよ。小川対柿原の世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ。さあ、小川が柿原をトップロープに座らせた。何を見せるか。柿原が脇腹を張る、かわします。さあ、腕を取って、そのまま回り込んで固めた、腕ひしぎ逆十字固め。西田がカバーに入るような感じになりましたが、届きました。あ、今小川選手が、はい、レフリーを引っ張り込んだんですね。小川がレフリーを引っ張り込む、それだけこの柿原の、いやいや、今の完全に入ってると思いますからね。まあ、柿原アピールしてますが、ここは気持ちを切り替えていくしかないですね。そうですね。さあ、どっちが突っ込んだ。小川肩を打った。さあ、もう一度腕ひしぎ返した、返した。これはどうだ、スリーカウント。柿原悔しい。しかし小川初防衛、小川初防衛。腕ひしぎ逆十字固めを返して、丸め込んで、そして柿原をコールしました。納得がいかない表情です。しかし桃田さん、はい、今の切り返しは見事。見事ですね。本当に、あの、小川選手のもう良さを十分に発揮した、あの、返し技だと思いますね。小川よしなり、その持ち味を見事に発揮して、そして第19代世界ジュニアヘビー級のベルト初防衛に成功です。まあ、しかし桃田さん、はい、柿原は最後この腕ひしぎ逆十字に行ったところ、これはと思ったんですね。あの、一瞬自分でやったと思ったと思いますよ。あの、取れたと思った瞬間に小川選手がもううまいことっていうか、まあ、悪く言えば要するにちょっと効かないという形になりますけどね。レフリーを引っ張り込んでもう、あの、ブレーキさせたということが勝因につながったということも言えますからね。ただ、まあ、あの、はい、柿原選手自体は素晴らしく
いい試合できたと思うんですよ。かなり自信持ったんじゃないですかね。もしもう一度チャンスもらえるんだなっていう気持ち絶対持ったと思いますよ。その証でしょうか。小川に握手を求めて、そして小川が先からの手を高々と上げるような格好になりました。16分22秒襟固め、小川義太に初防衛に成功です。それにしても竹原、クリーンの立場でこのベルトに挑戦して、これからもどんどんこのジュニアのいろいろな違うこのベルトに挑戦ということもありえますね。そうですね、当然あると思います。99年前日のジュニアヘビーの戦線がまた一つ大きな波を生み出しました。それでは見事初防衛に成功されました小川選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。振り返ってこの初防衛戦いかがでしたか。なんとか防衛できたという感じですけど、はい、強かったですね柿原選手は。立ち上がりからその柿原選手の、打撃系の技を中心に厳しい試合でしたね。そうですね、小手と蹴りでちょっと足攻めて蹴り出させないようにして作戦は良かったんですけど、そんな効いてなかったみたいで。小川選手の場合にはこのジュニアのベルトを獲得してから初防衛戦まで結構時間があったんですが、今初防衛戦終えての心境いかがですか。そうですね、取ってから結構時間あったんですけど、それほどそんな長いとは思ってなかったんで、いろいろありましたから、三沢さんと組んだりとか先ほど出たりとか、そっちの方があれだったんで。ただ守るべきものを守って今は安心してるんじゃないですか。そうですね、とりあえずは防衛できたんで、初めて最初の初防衛ですから。リング上では記念撮影の時に力強いピースサインも出ました。今後の防衛回数も含めて抱負をお願いします。何回になるか回数は分からないんですけど、できるだけ長く持っていたいです。またベルトの価値が高まるようないい試合を期待します。頑張りたいと思います。はい、すみません。初防衛成功しました小川選手でした。この新春ジャイアントシリーズは三冠戦、世界ジュニア、そして世界タッグ、この3つのタイトルマッチが当初から予定されておりました。しかし今宵のアジアタッグは急遽決まった選手権試合であります。今本田そして泉田の2人から伝統のアジアタックのベルトが一旦本部席に返されます。果たして全日マットの牙城を守るべく、本田泉田はこのベルトを巻いてリングを降りることができるでありましょうか。アジアタック選手権試合60分一本勝負を行います。なおコーナー挑戦者チーム215本の新崎人生空からベルトをかっさらうか、はやぶさ。中コーナーアジア探究選手権チャンピオンチーム270本の泉田潤。アジアを守る全日の門番泉田潤、270本の本田多門。アジアを守る分厚い壁、本田多門です。60分の一本勝負です。チャンピオンチーム本田泉田、チャレンジャーははやぶさ、そして新崎人生です。挑戦者の2人はともに白を基調にしたコスチュームで、神聖ないでたちで今日のリングに立っています。一方のチャンピオンチームは自然体です。今日が初防衛戦になりますチャンピオンチーム、そして新崎はやぶさにとっては初の全日マットでのタイトル挑戦になります。青コーナーは新崎、赤コーナーは本田、初防衛戦のゴングが鳴りました。チャンピオンチーム本田、チャレンジャーチームが
人生です。この人生とハヤブサ2人が日本国内でタッグを組むのはあの97年の最強タッグ以来になります。タッグとしてのブランクを考えますとチャレンジャーチームはもちろん大きく不利な条件ではありますが、そのあたりはこのハヤブサ人生の信頼関係全く問題はないと見ていいでしょう。97年の4月にハヤブサ、7月に人生、全日マットで培ってきたこの実績力、それが認められての初めてのタイトル挑戦になります。ヘッドマットを抑えた地獄好き、ヘッドマット、おっと重い一発がいった、ガッと膝でこらえます人生です。立ち上がりはまず打撃系の技で見せました本田、そして人生です。一挙手一投足にじーっとこの後楽園ホールのお客さんの目が集まります。バックに待った、3回アマレスでオリンピックに出たこの本田のバックを取りました新崎人生です。体格の面では188センチの本田、180センチの新崎人生です。腕をひねった人生の左の腕、手をかけて今それをほどこうという人生です。ひねってひねり返しました。さらに絞ってバックを取ります。足をかけました、上になります。またこれでくるっと1回転、初防衛戦ということもありましてチャンピオンチームも慎重です。一方攻めている人生はやぶさ、人生の動きも慎重、落ち着いたものを感じます。静かな立ち上がりのアジアタック60分の一本勝負です。ヘッドバット額のあたりを抑えます。そしてコーナーからは泉田です。2人ともこのヘッドバットの名手使い手であります。徹底してヘッドバットを打ち込みます泉田。人生の肩口から額のあたり地獄突き、パチーンという音が響きました。青コーナーの早草にタッチ、ダブルの連携が見られるか、抱え上げてボディースラム、そしてひねりを加えてボディープレス、久々にこの華麗な技がこの全日マットで繰り広げられそうです。あの 5.1 東京ドーム大会以来の全日マット出場になりますハヤブサです。おととしの4月2日大阪府立体育館で全日マット初登場を果たしましたハヤブサです。その後はハヤブサそして人生、この2人のタッグで最強タッグにも出場しまして2勝7敗の成績を残しました。勝ち星の上では恵まれませんでしたが、この2人が対戦するカードはどれも名勝負になりました。全日本マットに確実に新しい風を吹き込んだハヤブサそして人生、この2人です。クロックヘッドシザースの体勢、ぐーっとこのハヤブサの右の太もものあたりがホンダの首に食い込んでいます。そして今腕も取って体勢を完璧にしようというところです。60分一本勝負のアジアタック選手権試合、立ち上がりは静かにグラウンドの攻防、さあこのカットに入った泉田に対しましてハヤブサが突っかけます。ただまだそれほど熱くなるという場面はありません。初のタイトル挑戦、あるいはその神聖なる思いを今日のコスチューム白で統一してきたこのハヤブサです。ハヤブサがロープに飛ばしたショルダータックル、大きく飛んだハヤブサ、泉田飛んで隕石をした、ヘッドバットを落とします。脇腹のあたりに決まりました。やはり重量感という面ではチャンピオンチームです。本田多門115キロ、リング内の泉田132キロです。もう1回ハヤブサがロープに飛ばしました、ショルダータックル、もう1回大きく飛んだ、突
立ち上がってロープに飛ばした。さあ縦横無尽に駆け回って入ってくるところドロップキック、顎の先端ハイアングルのドロップキック、ようやくハヤブサが自分のペースの技を出せました。モンゴリアンチョップ地獄好き、人生のこういった打撃系の技に翻弄されています泉田。モンゴリアンチョップヘッドバット正面から入った、モンゴリアンチョップをカットしましたが正面からヘッドバット、ちょっと今ゴチンという鈍い、あっと期待が割れました人生、その血が止まりません。ものすごい勢いで額から出血、一本の筋になって人生の額からおびただしい量の血が流れております。あーっとこの後楽園ホールの場内が異様な雰囲気に包まれております。青コーナーのエプロンが真っ赤に染まりました。今のそのモンゴリアンチョップをかわしたところは良かったんですが、そのノーガードのところでヘッドバットを正面から受けました。ちょっとこれは人生がピンチです。ああその割れた額にヘッドバット、みるみる間にこの人生の上半身が真っ赤に染まってまいります。ああ止まりません、超満員の後楽園ホールのお客さんの視線がこの人生の割れた額その一点に集中しています。いよいよもってこのチャンピオンチームの攻撃重厚感が増してまいりました。徹底したヘッドバット攻撃、あとコーナーに下がった泉田までもがヘッドバットの手を緩めません。人生がヘッドバット、しかしこれでは打つ手はありません。白で統一してきたこの針のリングコスチューム、しかしすでに新崎人生の白いその白衣は徐々に真っ赤になってまいります。なすがままやられるがままになっております人生、おびただしい出血を見ております。初めは一本だったその血の筋があっという間にその川の流れのように太くなってまいりました。徐々にその全日マットブルーのマットが人生の流れている血でシミができるようになりました。バックドロップハイアングル、そのまま丸め込んだ早野坂カット。今人生の落下した地点がもうすでに流れた地でシミができています。さあ1回転してヒップドロップ、すべての技に力が入るなと返り血を浴びたそのホンダの額、まるでホンダが出血しているかのように人生の血のりがピタッとついております。白で統一してきたその衣装が見るも無残に真っ赤に染まっていきます。最近の全日マットでは久しく見ることのなかったこの流血、1月2日の新春バトルロイヤルでは小橋、そして1月15日横浜のベイダー小橋戦では小橋が、あーっとここで人生が意地を見せる。3度目の流血の惨事、全日マット、もう何発のヘッドバットが打ち込まれたか数えられません。試合開始から10分、人生にとってはとてつもなく長い10分です。リングを取り囲んでいるカメラマンの動きも非常にせわしなくなってきました。
その動きがこの事態を物語ります。足を取ってそのまま足を固めます。1回転したあとそのまま STF ステップオーバーとホールドウィズフェイスロック。泉田本田この2人が冷静に試合を運べます。絶対的優位に立っているチャンピオンチーム。さあそして初めての挑戦という大きな栄冠を得た人生、果たしてこの流血の惨事を超えて乗り越えて初の体感ということはなるんでありましょうか。じりじりとロープに逃げようという人生、しかし体の出血はまだまだおびただしいものがあります。コーナーで控える早草は全く手を打つことができません。ひたすら声を出すのみ、激を飛ばすのみのコーナーの早草。ロープはだと30センチ、手を伸びるか到達するか。 STF ががっちり決まっている。耐える人生、体のあたりからまだ出血が止まりません。真っ赤に染まっている人生の額、ガーッと締め上げる本田。今サードロープに手が届きました。しかしご覧の表情、まるでその人生の出血がリング内での足跡のようにベタッとその血の跡が残っております。さあ今度はコーナートップから泉田ラッカーと人生よく見ていた。血で染まるその見えない視界の中、よく泉田の動きを見ておりました。トラスキック、早草ロッチ、三台打ちのエルボー、おっとカウンターで入りました。さあ早草取るか、スライディングキック、おっと二人、泉田が鉄柵の外。さあ早草どうするんだ、早草がトップロープ握っているぞ、トップロープ握っている、飛ぶのか、飛んだ、鉄柵の向こうの泉田の抜けて飛びました。なんという飛距離、すでにこの後楽園ホールのお客さん椅子は5列ほどもう壊滅状態になっております。ここはもうはやぶさが踏ん張るしかありません。初めて与えられた全日マットでのタイトル挑戦、生かすも殺すももうこのはやぶさ一人にかかってきました。いかにこの人生のスタミナの回復を待てるか。ロープに飛ばした、ミリキック、これは鼻っ柱か額か。抱えるか、フィッシャーマン垂直落下で持っていきました。ちょっとこの状態ではチャンピオンチームがヒールです。チャンピオンチームには初防衛という使命があります。そしてはやぶさ人生、なんとかこの機会をビッグチャンスをものにしたい。リングの中央、フレマスターか、あるいはファルコンガローか。ラリアットコーナーの人生も思わずガッと膝をつきました。さあニュートラルコーナーからラリアット連発、コーナーパッドに後頭部を打ちつけました。ラリアット背後から円髄のあたりにラリアット、今日のチャンピオンチームは荒っぽい。さあそのままコーナーに据え付けた。さあこの体勢はタモンズパードか、あっと切り返した村上奈々で切り返した。さあ人生がニュートラルコーナートップロックから手下げり、決めのカット。さあチャレンジャーチームビッグチャンス到来。トラスキック、さあロープに飛んだフェイスクラッシャーダボー、人生に託します。まだその出血は止まりません。さあ今度はエプロンからスワンダイブ式、人生を飛んだ、膝から落ちた。さあまだ続く、ムーンサルトを放った、
さあ今度はユータのコーナーどこから人生オガンダオガンダメンズレバツーブ人生ショルダータックルを見せました。一気化成に本田を攻め立てます。まだ泉田はカットには入れません。さあカバーに入った本田。泉田にとっても大事な初防衛戦です。第64代のチャンピオンチーム、もしこの試合に負けますと異例の全日マットからのベルト流出ということになります。さあオガンダ抱え上げるか、115キロの本場タモンを一気に抱え上げることができるか、人生が抜くことができるか。しかし力を加えれば大からの血は止まりません。返されました。ヘッドバットです。チャンピオンチームにも意地がある泉田7年目そして本田6年目での初めての体感、ようやく手にしたアジアのベルト。この2人初防衛戦でこの新参者の人生、そしてハヤブサ、この2人の挑戦をしっかりと退けなければ明日のこの2人の活躍はありません。まずハヤブサをカット。人生は立てるか、泉田がコーナーのトップに立ちます。隕石落ちた、ストマックのあたりにズバッと決まった。スライディングキックでハヤブサカット。長期戦になってまいりました。アジアタックの初防衛戦、人生のこの流血を見るにつけ、やはりチャンピオンチームの本田、泉田の重量感が物を言ってきます。イラン蹴り、あるいは額の傷口のあたりに入ったのかもしれません。ものすごい勢いでのヘッドバット、血のしぶきが上がります。あー、エンド入り、エンド入り。さあ今度はハヤブサ、あーっとひねりを加えた。ツーカウント、もうこのハヤブサが踏ん張るしかありません。泉田冷静にカット、ハヤブサが背を向けている。あっと張った、そのまま胸を合わせてなだれ式で打っていきました。数多くの必殺技を持っていますハヤブサ、それを出すタイミングがどこで訪れるか。ジャーマン投げ捨て、おっと危ない、あるいは一瞬意識が飛んだのかもしれません。さあコーナーは本田をカットした。チャレンジャーチーム大きな波が、うねりが、さあ押し寄せるか。早尾さんトップに立った、ファイヤーワードスプラッシュ、本田カット。コーナーでがっくりは人生、これほどブーイングを浴びるチャンピオンチームというのも珍しい。それだけハヤブサそして人生はこの前日マットに認められております。そして今日は予想外の人生の大流血があります。非常になりきれるかチャンピオンチーム、最後まで諦めないかチャレンジャーチームと最後から人生。ソフトボール、しかし大流血を見ても人生まだまだ飛び技が出るのか。立ったミサイルキック、ものすごい高さ、20分の声を聞きました。さあフェイスロック、あっと腕をクロスした、これは極楽型で、おっと泉田カット、おっと足を使った、マンダのひねり、人生よく見ている。さ
カットに入った泉田をマンダラ左。さあ今一度本田多門を極楽浄土へと導くことはできるんでありましょうか。新崎人生抱え上げた早草、わーっと落差のあるフェースクラッシャー。さあ今度は早草が泉田を場外でカットするぞ。カバーに入った人生、あーっとスリーカウントは奪えません。アジアタックのベルト流出なるんでありましょうか。あるいは本田泉田組が嬉しい初防衛達成なるか。その瀬戸際が訪れようとしております。青コーナーに早草が戻りました。もうこの人生の白衣は自らの出血でもうぐしゃぐしゃになっております。足を掴んだヘッドバット、バックになった、バックから早草カット、またリンネ、リンネ回った、後頭部にジャストミート。こんな流血の中でも一発一発の技的確にヒットしています。場内は人生コール一色に包まれました。チャンピオンの初防衛戦ということを、あるいは後楽園ホールのお客さんが忘れているかもしれません。それだけこの早草人生の頑張りは素晴らしいものがあります。さらに攻めたるでパワーボムに持っていくか、いや後頭部にヘッドバット。さあヘッドバットで早草、あっバックに持った、バックに持った、抱えられた、シャーマン投げ捨て、返した、返した、人生返した。なぜまだ返せる力があるんだ新崎人生。すでに出血を受けてから20分を超えています。あっと早草が、早草が蹴散らされている。ヘッドバット、ストマックにヘッドバット、出血の人生がヘッドバット、エプロンからいじめた、バックに回った、ジャーマン2発目、ジャーマン2発目、早草カット。我々の視界、その視界の外れたところから早草が飛んでまいりました。しかし人生はすでに本田多門の落差のあるジャーマンを2発食らっています。すでに虫の息の新崎人生。さあ場外で泉田が早草を捉えている、ぶっ殺すか本田、抜いたジャーマン3連発、そのまま丸め込んだ、チャンピオン初防衛、2度目の初防衛戦になりました。23分37秒非常に長い防御戦になりました。この初防衛戦ご覧の新崎人生です。しかし人生は最後の最後まで非常に粘っこく食らいついてまいりました。チャンピオンチームの本田、そして泉田にしましてもようやく防衛できたという思いは強いかと思われます。すでにその手の番で白衣が真っ赤に染まっている人生、その人生がうつ伏せに倒れている中、栄光のベルトが本田、そして泉田に手渡されました。あまりにもくっきりと明暗の分かれているこの試合後の両チームです。誇らしげに泉田、そして本田の2人がベルトを肩にかけ、そしてカップを手にしています。10月6日に手にしたこの64杯目のアジアタックのベルト、3ヶ月空きましてこの2人が初防衛に成功しました。まだ人生は立ち上がることができません。まだ人生は立つことができません。チャンピオンチームは記念撮影、そして敗れ去りチャレンジャーチームは早草が手を貸して人生がようやく復
ち上がれるかどうかという体勢です。このハヤブサ人生に鋭い視線を送ります。初防衛に成功した泉田、勝っても笑顔はありません。厳しい表情のままこのリングから下がる人生、そしてハヤブサの行方を見つめています。当然ハヤブサは再戦を要求します。改めてこの人生の出血がまた増えてきたようにも見えます。壮絶なる流血のアジアタックの選手権試合となりました。高々と力狙いで手を挙げる初防衛成功のチャンピオンチーム、第64代の王者は本田泉田、見事最初の滑り出し、そして出血の新崎人生はこの2人をじーっと見つめて合唱。流血の新崎人生、何を思う。チャンピオンチームが初防衛に成功しています。